さんどうもいつも動画を送っていただきましてありがとうございます今回フォレスターボヤキシリーーですかフォレスターって車は私はねちょっと見たことがないんですよね噂には聞いたことがありますしまあその噂ってのもねナミさんがフォレスター乗ってるということで知ることになったんですけどもえこの車の特徴がねどんなものかちょっと興味が出てきたかなってことですよねナミさんが気に入って乗ってるくらいですから、うん、やっぱりこうなんかね 素晴らしいい特徴があるのかなと思いますで私の場合は「令和セルシオ」っていうねシリーズで動画を撮らせてもらったんですけども、まあ、セルシオっていうのはねうんまあ外観もご存知の方多いと思いますし、えー、その時代のね、えー、名車これが今令和の時代になぜね私みたいな40代50代に求められているのかそしてその当時の車っていうのは高かったわけですけども今は結構寝落ちしていて。 え本当にね、50万100万ぐらいで当時の最高高級車最先端の車に触れることができるっていうのであれからね20年30年経つんですけども感動は同じなんですよねで独特のいい香りがするとセルショットいいなーってことをね、まあ、つぶやきながらあーシリーズを作ってるわけなんですけどもちょっとねフォレスターもナミさんなりの気に入った点を教えていただければ、えー、まだね500シリーズもちょっと深みが出るのかなと。 思ったり思わなかったりするわけですけどもあのフォレスターのね魅力について語っていただければ幸いでございます私も車いろいろ知りたいと思いますんでよろしくお願いしますはいそれではですね今回は以上でございますフォレスターねまあ調べればわかるというところもありますけどもナミさんから見たナミさんのフィルターをかけて見たフォレスターの魅力について教えていただければと思うんですけどもいかがでしょうかそしてですねもう一つあのやっぱりねアラフィフ 恋愛 Q&A ねこれは今の気持ちだったらこうっていうのもありますし今から10代20代を振り返ってあの時はこういう風なとこが見えてなかったなーみたいなところとかねそういうのを Q&A のやり取りをさせて頂ければ面白いんじゃないかなと思いますんでさまざまな角度から今なら分かる今ならこう思える、まあ、そんなねちょっと甘酸っぱいコーナーをできればなと思ってますんでその時はお付き合いくださいませ。よろししくお願いします